江戸時代飢饉になると諸藩は米が多量に流出しないよう板書での監視を強める国止めを行った領内の被害を減らす自衛策だが結果として米の広域的な流通が滞り窮状拡大の一因になったとの考察もある市場経済のグローバル化を追いかけるように拡散した 新型コロナウイルス感染症マスクをはじめとする医療物資の調達競争に続き食料を自国で囲い込もうとする動きも出てきた農林水産省によると農産物や食品の輸出を規制している国は今月20日時点で13か国に上る。例えばロシアは。 小麦のの輸輸出出に上限をを設け、カンボジアはは米や魚、タイはケラの輸出を禁止している。この事態を受け20カ国地域 G20 の農商臨時会合は22日世界には十分な食料供給能力があるとし不当な輸出規制を行わないよう呼びかける共同声明を採択した。 日本の2018年度の食料自給率はカロリーベースで37%生産額ベースで66%非常事態を想定すると心もとない数字だ農業圏である本県も担い手の減少と高齢化耕作放棄地増加などの課題を抱えているコロナ禍の今こそ 農業と食の在り方を熟考する必要があろう。